こんにちは。九州の花友フェスタ帰ってきました。2日後になるのかな、帰宅して。はい、九州で結構いろいろなコメント実際にお話しして、アナベルロードのその後が気になりますって方がすごくいらっしゃったんですね。なので今日はアナベルロードのその後、イノシシに掘り返されちゃって一応一生懸命埋め戻したんですけども、どうなったのかな、その後の様子どうなのかなっていうのをお見せしたいと思います。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。で、まず僕が九州に行っている間にこっち大雨降ったみたいなんですよね。大雨降ったみたいなんで、おそらく植えた苗とこう雨によって土と苗がギュッと密着したと思いますので、その点ある意味良かったのかななんて思います。はい、ということで、あれからどのくらい経ったのかな、10日ぐらい経ったのかな、イノシシ被害からね。ということで見に行きましょう。どうぞ行こう、見に行こう。おいで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 、こっちだよ、おいで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 、こっちだよ。これにゃんこ、にゃんにょしし、いくよ。そうそう、ここでまず一旦注目してもらいたいのが電気柵ですね。ビリ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 って電気柵やったんで、今電源入ってないですよ。でこれを夜に入れるんですよ。ひのししじゃないイノシシは夜になると出てくるんですよ。大体何時頃かわかんないんですけどね。なのでこう夕方暗くなったら電源入れて、この電気柵で今守ってるんですよ。っていうことをね、イノシシに被害に遭った当日の夕方にはこれやりました。なのでそれ以降中にはイノシシに入られていませんので、まあ、大丈夫ですね。あとは掘り返されちゃったアナベルとかその他の花がどうなってるかってことなんですけども、それ見ましょう。おいでおいで。3000メートル障害やってたんですよ、高校の部活でね。3000メートル障害、おいでおいでごめんごめん、嘘ちゃんとやります。フジバカマすごい綺麗ですね。これすごい綺麗ね。丈夫だし綺麗だし大きいし、これいいですね、こういうところにはね。はい、なのでちょっと見てください。本当に真面目な話、フジバカマがとっても綺麗なんですね。まずね、ほらすごいね、綺麗綺麗、こんな綺麗なんですねフジバカマってね。で実際こう掘り返されちゃった部分っていうのは、ほらどこが掘り返されちゃったかあまりちょっとわかんないんですけども、秋で気候がいいので、結構ね新芽も展開してきていい感じではありますね。ざーっと見ていくと多分この辺掘り返されたと思うんですね。ほら特に弱った様子もないかなっていうね、基本的には。うん、いい感じですね。秋ってねあまり成長しなかったりもするんですけども、いい感じに新芽が展開してきていますね。多分これも掘り返されたかな。どう、大丈夫かな、大丈夫か、なんかこんな感じでちょっとこれは元気ないけど大丈夫じゃないかな。アガパンサスもめちゃくちゃ掘り返されましたよね。丈夫なので大丈夫だと思いますね。ほらざーっと見てみるとここも大丈夫でしょ。秋はすごく気候がいいので掘り返されたとしてもすぐに戻してあげればね、まあ、なんとかなるんじゃないかなっていうね。はい、むしろイノシシに掘り返されたことよりも2ヶ月ぐらい続いた夏の暑さの方がこのアナベルにとっては大変だったかもしれませんね。覚えている方がいるかな、ガーデンマムも、植え付けた翌日にめちゃくちゃ掘り返されて根っこ丸出しだったんですけども、はい、こんな感じで綺麗に咲いています。ガーデンマムのジジですね、ゴールデン。
マムは行き先というか秋しか咲かないんですけども、この満開になった時のお花のつき方っていうのはすごいですよね。で、寒さにはかなり強いんですね。マーガレットと違って寒さにはめちゃくちゃ強いので、マイナス10度ぐらいまではいけるんじゃないかな。で、このバッタ、オンブバッタ可愛いんですけど、アジサイの葉っぱ食べますよ。で、バッタがアジサイの葉っぱ食べるとどうなるかっていうと、おそらくこの辺バッタの被害だと思うんですね。で、苗がまあこのぐらい大きくなっちゃえば少々バッタに食べられてもいいんですけども、植えたばっかりのちっちゃいのでね、全部葉っぱ食べられちゃうと大変なので、ちょっとね、あの遠くに投げるかなんかするしかないかなと思います。はい、あとは何が食べるんだろうな。ナメクジがいたりイモムシがいたりするんですけども、ここバッタがよくいるんで、これバッタの被害かなと思いますよ。さあ、ざーっと行ってみましょうか。もみ殻は本当毎日毎日荒らされていたんですけども、電気柵のおかげで大丈夫です。で、先ほどのガーデンマムがあそこにあります。基本的には大丈夫かな。この辺大丈夫かな、ね、元気ですね。本当にここは何年後だろうな、3年したらすごいことになると思います。はい、こんな感じで、これまだ本気を出してないかな。で、ここはアナベルだけじゃなくて、まあ、アガパンサスこうやって当然植えてあるんですけども、ここら辺がコデマリがあるでしょう。ヤマボウシも植えましたよ。これヤマボウシなんですけども、これね、月光っていうね、あ、タネがレシートじゃない、シールがついてるね。ヤマボウシの香港エンシス月光っていう、この月光の花付きの良さっていうのはすごすぎて、もう木が、ま、真っ白になるぐらいお花がつくんですね。なので、もう本気でお花を楽しみたい方はこのヤマボウシ月光とかすごいですよ。で、基本的にアナベルロードの周りにはこれ植えました、シマトネリコ植えました。日陰を作ることが目的です。1250円とか結構お手頃だし、こうね、いくつもいくつも生えてくるので、剪定しつつ枝を5本ぐらい残して日陰を作るよーって。これもコデマリの別の種類で、シマトネリコがあったり、これがオーデマリですね。オーデマリは半年ぐらい前に植えたんだっけ、忘れちゃいましたね。1年ぐらい前に植えたのかな。はい、あっという間に大きくなると思います。はい、逆方向から移したアナベルロード、まだまだ作りかけではあるんですけども、だいぶね、植えたんですよ僕、スコップ一つでね噛みますけども、スコップ一つでだいぶ植えました。これ藤バカマ、コデマリのサマーワインだったり、ラグランジア、クリスタルベールも植えました。え、これ300円ぐらいで買ったないじゃないですか、見切り品でね。はい、こんな感じで何か植えとくと雑草対策になるので、まあ、とにかく秋の気候のいい時にいろいろ植えていこうかなと思ってやっています。ブルーベリーがあったり、シマトネリコはもうちょこちょこ植えてます。3メートル間隔ぐらいで植えてるかな。はい、っていう感じでイノシシ被害にあったんですが、一通り見ていただくと分かるんですが、まあこんな感じで大丈夫です。アガパンサスも丈夫なんで全然普通に育ってます。あ、中にはね、これどうかな、これちょっと弱ってるかな、怪しいね。こう株元から新芽が出てれば安心なんですけども、ちょっと怪しいかなーっていうのは中にはあるんですね。これは元気で、これ枯れちゃったかな、ね、イノシシだけが原因かどうかわかんないですね、夏が暑かったんでね。
はい、っていうのがまあところどころあるんですけども、この辺に関してはまあ長い目で見ればそんなに大したことないかなというか、差し木をしつつ頑張って間々埋めていけばあっという間に大きくなると思いますので全然問題ないと思います。でここはアナベルロードなんですけども、ここはお借りしている場所で、本ちゃんのほらにゃんこのアパートはねこちらになるんですよ。ここを草刈りしてくださいましたね、お隣さん草刈りしてすごい綺麗になりました。でにゃんこのアパートどこかなあれがにゃんこのアパートになります。なんかね、千葉県都会だって思われてる方いるみたいなんですけども、僕の住んでる千葉県南部はめちゃくちゃ田舎です。もう山と海しかないみたいな感じなんで、めちゃくちゃ田舎なんですよ。もうスーパーのどかですね、ご覧の通りね。で、にゃんこのアパートあれなんですが、ちょっと行ってみましょうか。あ、こういうことね。ここほらイノシシが掘ってあるね。ここだからこの辺にイノシシが荒らしたりして、うちの方にも遊びに来たのかな。で、なんだ、レモン、みかん、あれなんかなってるね、みかんだね。で、ここがにゃんこのアパート、ポンちゃんとニセちゃんがよく遊んでいた場所です。で、やっちゃん写真集にはニセちゃんにゃんこのコーナーもあるので、懐かしのニセちゃんも載っています。はい、まだ秋なので草あるんですけども、冬になるとここ草も枯れて綺麗になるんじゃないかなっていうのがにゃんこのアパートでした懐かしい。はい、ということで今日はアナベルロードイノシシ被害に遭ったその後ということになります。まあまあほとんど被害といった被害もなくうまくいってるんじゃないかなと思います。ということで、運気が上がると風の噂が流れつつあるやっチャンネルかどうかわからないんですけども、まあ、チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。はい、終わろうと思います。ほんちゃん何しに来たの。じゃあこのままこいつがいるのでにゃんこのコーナー始めたいと思います。それではバイバイ。ピシッピチ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 、かわいいじゃん。にゃんこのコーナー始まるよ、始まるよ。あにゃん、そっか、じゃあ待っててください。ちょ、こっち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 、はい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 。お豆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 の九州のチュールは味が違うかな。九州のチュールは明太子味かな。ほんちゃん、お手、頭が危ねえ、頭がいいね、ほんちゃん。じゃあ、なんと明太子チュールを、明太子チュールなんて本当はないよ。ほんちゃん、お手、えらね、えらね、えらね。はい、どうぞ。シロちゃんもいるな。シロ、おいで、シロ、おいで、おいで、シロちゃん、シロちゃんも連れてこようか。シロちゃんファンの皆さん待ってて、シロちゃん多分すぐ行っちゃうと思いますけども、お手、はい、最後のチュールになります。どうぞ。はい、立って食べて上手だね。ふうたくんみたいだね、レッサーパンダの、レッサーパンダ、レッサーパンダ、はい、おいで、お父さん掴んでいいから、はい、よちよち、ちょっと、え、食べにくい、もうないか、はい、シロちゃん連れてきます。ポンちゃんここで待ってて、これで遊んでていいから、これで、これで遊んでていいから、ここで待っててね。
こっちだよ。ポン、ポンもおいで。にゃが。おいで。よいしょ。いちおちゃん。いちおちゃんチュール食べなね。カンカマ持ってきてないやんかよ。お前レアキャラだからさ。レアキャラなので、何も持ってきてないんだよ。ポンちゃん、ポンちゃんやきもち焼きで甘えん坊だから、ヒロちゃんってやってると絶対来るから。ポン、ポン、おいで。ポン、こっちこっちこっち。おいで。ひっちゃん。あいちゃん、かわいいな、お前し。かわいいね、甘えん坊やね。しがかわいいね。ポンちゃんが来たら多分いなくなっちゃうかな。よしよし。ポーン、あっちこっち来て。にゃんこのコーナー始まるよ。こうしてにゃんこはお家へと帰っていきました。おしまい。本当にニャ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 。